じゃあ中間テストやるぞ。わあ、やりたくねー。まず問題は問1から問い1250まである。 1250？ いや、問いの数4桁って参考書ですら見たことないよ。なお、問い1200から1250は記述式となっており。いや、記述51問かよ。それぞれ2000字以上で書け。 2000？ いや、51問で2000字以上書いたら10万字超えの論文できちゃうって。それから持ち込んでいいのは筆記用具とハサミのみ。え？ハサミ？何に使うの？今回のテストは長いからな。髪が伸びたら切る用だ。そんなに長いの？髪切りたくなるなんて1ヶ月以上かかるけど。あ、それから途中休憩用の出前半年分頼んどけ。半年？いや、さすがに出前半年分は頼む前に破産するって。あとは注意事項で試験中に、あー、トイレとか行きたくなるもんね。冠婚葬祭の予定が入った場合。ライフイベント。いや、テストの注意事項で冠婚葬祭なんて言葉聞いたことないから。丸1日休みとする。頼む、誰かコンサイしてくれ。また何か質問があるときは。こりゃ試験監督も大変だよ。来年着任する試験官に聞いてくれ。人任せ。いや、顔もわからん未来の試験官に質問丸投げすな。そして最後の注意事項だが。たく、どんなイカレテストだよ。テスト中に卒業式を迎えた場合は。何のためのテスト？